ファイターの剣はもちろん大好きなんですが、今でも一番の本当の憧れは画廊伝説のテリー・ボガードなんですよ。じゃあなんで今の感じでいるかっていうと、死んじまった剣が大好きな親友がいたんですよ。そいつの意志を継ぐってわけじゃないんですが、俺がこの紅剣としている限り、あいつとの絆はずっとある。そんな風に表現できたらいいなって思って名乗ってるんです。第2回で MVP をいただきましたが、続く3回、第4回と負けが続いてしまってますからね。もちろん今回は勝利をつかみたいですが、何よりも大事なのは戦いを通して自分自身を表現して最高に楽しむことだと思っています。今回は弟子も出場するので、してともども誰よりも熱く燃えて輝きたいと思ってるので、よろしくお願いします。おっす。